パワーズ・アレンブースは、アメリカ合衆国の俳優、声優。権力者や軍人、政府機関職員や、聖職者などを演じることが多い。また、低く太いしゃがれ声が特徴で、その声を活かして、声優としても活動している。女優のパリスブースは娘。1980年、ガイアナ・トラジェディー、ザ・ストーリー・オブ・ジム・ジョーンズのジム・ジョーンズ役で、 エミー賞を受賞し、デッドウッドのサイたリバー役、トゥームストーンのカーリービル役、24、24- のノア・ダニエルズ、副大統領役などで出演し、また、DC アニメーテッド・ユニバースのゴリラ・グロッド役の、声優業も行っている。ABC のドラマ、ナッシュビルにも出演していた。1948年に、アメリカ合衆国テキサス州、スカリー軍、 スナイバーの農家に、父メリル・ベストル・ブースト、母、エミリー・キャスリン・リーブスの間に生まれる。ロサンゼルスに住み、競争爆ウォーターホースを育てていた。サンマルコスのテキサス州立大学に入学し、社交クラブ、ラムダキアルファーに参加し、卒業後ダラスの南メソジスト大学の大学院で1972年に、美術学修士号を取得。大学を卒業後、 レパートリーシアターのオレゴン・シェイクスピア・フェスティバルに参加し、ヘンリー4世、第2部のヘンリー4世役、トロイラスト・クレシダなどに出演。1974年、リンカーン・センター・アス作のリチャード・三世で、ニューヨークデビュー。5年後、ジェームス・マクルア作、ローン・スター・一人舞台の主演で、ブロードウェイデビュー。 1977年のグッバイガールの早くで映画デビュー。1980年に CBS で放送されたテレビ映画ガイアナトラジェディーザストーリーオブジム・ジョーンズでカルト教団の狂った教祖ジム・ジョーンズ役を演じたことで批評家の賞賛を得て全米に知られるようになった。タイム氏は驚くべき無類の演技であった。パワーズブースという若い俳優は カリスマであり、悪の、父であるジム・ジョーンズを見事に演じ切った、と評した。ヘンリー・フォンダ、ジェイソン・ロバーズを抑えて、プライムタイムエミリー賞主演団優勝を受賞。1980年秋、映画俳優組合が、ストライキに入り、彼は、第32回プライムタイムエミリー賞のピケラインを、超えて出席した、唯一の俳優であった。当時彼は、これは、 私の経歴にとって栄光になるか、お天になるかのどちらかだと語った。1987年、彼は、チャリティイベントのセレブリティゴルフチャレンジに参加し、490ヤードを飛ばすという記録を打ち出した。ゴールデンパンプ金賞を受賞したが、スケジュールの都合により直接受賞はできなかった。1980年代、HBO の私立探偵、フィリップ・マーローで、 それまで、ハンフリー・ボガートをはじめとする有名俳優らが、演じてきたフィリップ・マーロー役に挑戦。また映画、サザン・コンフォート、ブラボー・招待恐怖の脱出、孤高の戦士、若き勇者たち、エメラルド・フォレスト、トゥーム・ストーン、オリバー・ストーン監督、ニクソン、サドンデス、U ーターン、ダブル・ボーダーや、HBO の映画、イントゥー・ザ・ホームランド、バイド・オンズ・アーリー・ライトにも出演。 1990年、CBS のテレビ映画、ファミリー・オブ・スパイズに出演し、アメリカ海軍士官の反逆者、ジョン・ウォーカーを演じた。また、トゥームストーンでは、カーリー・ビル役、ブルース・カイでは、陸軍士官を演じている。2001年、テレビドラマ、アッティラで、紛族の人質であった西ローマ帝国末期の将軍、フラウィウス・アエティウスを演じた。 また HBO のデッドウッド10とセックスとワイルドタウンで売春宿のオーナーサイタリバー役映画シンシティで怪しげなロワークジョインギー員役を演じた2005年のゲームエリア51やジャスティスリーグを呼びジャスティスリーグアンリミテッドのテレパシーが使える超悪玉ゴリラグロッドの声を担当している2008年のゲームデュロックでも悪人ケイン役の声を演じている 24、24-2スペシャルゲストとして、ノア・ダニエルズ副大統領役で出演。第7シーズンの前に放送された、24リデンプションで再演。副大統領を演じた直後、若き勇者たちで F-15 のパイロットを演じ、副大統領専用機エアフォースにから降りるシーンを演じた。2008年3月。 大統領選挙で上院議員のジョン・マケインのテレビでのキャンペーンコマーシャルのナレーターを務めた。また彼は友人であり仕事仲間でもある俳優のバック・テイラーの西部絵画を含む芸術品のコレクションを趣味にしている。2012年、ジョス・ウィードン監督の映画アベンジャーズの世界安全保障理事会の一人を演じた。また ABC のドラマナッシュビルに ラマーワイアット役で出演している。さらに、デンマークの IO インタラクティブにより開発された、ゲーム、ヒットマン、アブソリューションのキャラクター、ベンジャミントラビス役で、声の出演をしている。2017年5月14日に休止、寝ている間に、自然死したと発表された。ありがとうございます。